エビ屋に入る前は静岡の伊東の方で旅館の仲居の修業をしてたんですけれども、やっぱりその以前からも学生時代もやはりアルバイトはサービス業ないし接客業がほとんどでしたね。そういったものがおそらく私の転職だと思ってたので、まあ主人のいる三重県に戻ってきた時に主人からお前の就職先を決めたからと、面白いところを見つけたから行ってこいよという後押しというか、ちょっと強引な後押しを受けてエビ屋と出会いました。経済産業省とかの、そうですね、依頼とかも受けまして、飲食店のアドバイスとか商品開発ですねをさせていただいておりまして、私は宿泊の接客をしたいのになという気持ちは正直少しありましたね。社長が僕は何のために今ここで商売をしているのかということであったりとか、今後自分がどういう世界を描いていきたいのかっていうことをお話ししてくださったんですよ。その、ビジョンというか、それを見て私はすごく共感と尊敬の念を覚えて、社長、この社長と一緒にお仕事がしたいなという気持ちにもう一瞬で変わりましたね。嫁の方はですね、接客業に長く従事しているだけではなくって、そのおもてなしの方ですごく評価を高い評価を受けてまして、やっぱり韓国語、中国語、英語、やっぱり多国言語はいけますし、その接客に対してすごくね、役に立つんではなかろうかと思いまして。エビ屋でいうおもてなしでいうと、私はその空間を演出するためのものだと思ってるんですね。その伊勢に来て伊勢を体験しに来たという目的は皆さん同じじゃないですか。だからそういったその空間を演出するためのスタッフとしてどう身を振り方をしていくかっていうのは、そのお客様ごとにその人の見ながら、この人の要望を聞きながらっていうのは伝えていくのかなと私は思います。まずは食堂、飲食の方で接客をして、それと今の本業のカスタマーサクセスというところでお客様 のサポートであったりとか、どういうふうにお客様を成功へ導いていけるかといったことに時間を使ってます。経営者の方が一番欲しいような客数であったり客単価とか、今日はその目の前のお店の前を何人通ったかという通行客数であったりとか、そういったものをひっくるめて、分析ツールとして表示できるようなものを売り出しております。でその中の項目の一つとして来客予測、次の日に何人のお客様が来るのかといった、そこの部分を担当しております。変動はありますけれども、今は9割オーバーの的中率を保っております。一番私がエビ屋でこれをやろうと決めたきっかけになったのが、その旅館ではやはりその一組のお客様にたくさんの時間を使っても心行くまでのサービスができるんですけれども、エビ屋ではたくさんのお客様がいらっしゃるので、皆様にこう対等な時間を使ってっていうようなところで少しジレンマを感じたんですね。もっとこう時間があればもっとできるのにっていった思いがあって、でそのサービス業の人だと誰もがこう思うようなところをこうなんとかこのテクノロジーの力でこう埋めていければいいなという考えでは始めましたね。すごく大変ではありました。2016年の5月末にテクノロジー、鉄系 のイベントに出させてもらった時に、こういった世界もあるのかと、社長が今までやってきたのはこういったものだったのかとこう、少し理解をしまして、でその翌月の6月の頭に私初めてパソコンを買ったんですよ。そうなんです。でもうパソコン のタイピングの練習から始めて、タイピングの練習をしてパソコン教室に行きながら機械学習の勉強をすると、
よく先生に笑われたんですけど、小学校にいながら大学の勉強をしているね、君は何をしているんだというようなことはよく言われましたね。この人の良さを生かしていって、この人の活躍する場を与えるというところで、ビアさんはすごくねいい場所だったんで、それによってその勉強のスピードも変わってきましたし、その勉強への集中の度合いも変わってきましたし、そうですね、家庭でもすごく勉強の頻度というか時間も長くなりましたし、夫婦の役割分担っていうものもやっぱりあるんですけれども、まあ夫婦、女性であるとか男性であるとか、そういった前にその人間であると思うんですね、一人の人間だと。でその苦手なことを押し付けるとかで、1ですね、やっぱり済む労力の人が10頑張らなければいけない労力のことをやるよりも、やった方がね絶対お互いのために時間を有効活用できますし、というところでちょっと支えると言ったら変なんですよね、やっぱりお互いの得意なことを活かせる状態でやるっていうのが一番正しいスタイルじゃないのかなと思いまして、それを家庭でもやっぱり一番肝に銘じてますね。今日のお昼の弁当って持ってきてくれて、作ってはいって持ってきてくれて女性の方、その男性と張り合おうと、例えばその男性と同じキャリアを目指そうとするのももちろんありだとは思うんですけれど、女性は女性ができることを模索して進んでいくのも手なのじゃないかなと私は思いますね。まあ補い合う、男性のできないような部分を補い合って、まあ、多様性のある考え方を入れつつ進んでいけた方がいいのかなと思いますね。一人でもね多くの人を幸せにできるような夫婦間であればと、そういうことに向かっていくその道だったら、お互い楽しく努力できるんじゃないかというふうには思っていますね。